はい。あ、今日の日本語ですね。今日の日本語というコーナー行きます。じゃあニューさん説明の方お願いします。はい。저희가일본에서이렇게리리즈이벤트를하면서저희가일본어를배워보자는취지로매일업로드를하고있습니다그저희일본공식트위터계정에업로드하는그표현이용구라는짤막한포인트형식의동영상이있어요今日の日本語という、僕たち 100% の日本公式ツイッターに毎日上がってる、本当の形の動画、短い動画の方を、今日の日本語と言います。はい。皆さんに視聴してしまえば、それが짧막하게영상을만들어서올리도록하겠습니다。で、今日の日本語コーナーにて皆さんからおすすめをいただいて、その日本語で動画を作ります。おお。視聴者の方向けは？おすすめいただきます。はい。なので、これ言ってほしいっていうねリクエストのことがあったらじゃあ手を挙げていただいて。はい、メンバーが当ててじゃあ行っていただこうという形になりますので、あ、오늘はい、비오잖아요。今日雨降りますよね。はい、皆さん생각해보신게있겠지만、생각해보신게있겠지만、皆さん考えてきた文章とかあると思いますが、はい、なんか비에관련된걸로지금다시생각해주세요。雨と関わってる日本語文章になってますね。어렵잖아요。では行きましょう。行きましょう。どうもありがとうございました。私ある。きなきな。あ、けちゃないけちゃない。あ、でもいいよ。大丈夫です。はいはい。なるほどね。じゃあ、せーの。せーの。あ、よし、待ったよ。じゃあ、ありがとうございます。はい、まっすぐだ。なるほど。僕を拾ってください。それ、雨かかってますね。ただ雨の中に子犬みたいに、段ボールにみんな入ってるんですよね。비오는날에숲사에들어있는버려진강아지처럼말해주세요코인みたいに僕を拾ってくださいみたいな아이僕を拾ってください拾ってください拾ってください一回じゃあみんなで行きますせーので僕を拾ってくださいそのように触れるかよはいせーの僕を拾ってくださいあーうまいですねやってもらいます。せっかくですから、雨が降ってますよ。日が出ればそれ時間。あ、そう、みるさん、うまい。そう。さあ、誰かが来るんですよ、ここに。僕だよ。僕を拾ってください。ああ、上手、うまいですよ。他メンバー誰かじゃちょっとやってみようか。メンバー、君たち。チャンを、チャンを行きます。パチリがチャンを回す。個人がうまいと思います。個人行きますよ、じゃあ。雨が降ってます。ああ。ひらでいましたよ。子犬みたいに。僕を拾ってください。ああ、拾う。隠して。かわいい。ジョーマン、行きますか。ジョーマン、拾われなくていい。ジョーマン、私の方も声聞けたよ。いい日本語です。じゃあ他の行ってみますか。じゃあ僕の日本語言ってもらいたいなっていうのもありました。じゃあせーのだけ言ってください。せーの。はい、どうぞ。雨だから今日は家に泊まってく。なるほど。日が降りか、おぬるビジネスを자고갈래。ゴリも聞こえる。やばいじゃん。雨だから今日うち泊まってく。いや、いいですよ。一回でこのみんなで行きましょうか。せーの。雨だから今日うち泊まってく。うち泊まってく。ああ、いいですね。なるほど。雨だから今日うち泊まってく。うち泊まってく。はい。うち泊まる。行ってみましょうか。じゃあせーの。雨だから今日、うちに泊まってく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 。おー、上手。うまいですね。すごい。いいよ。いいと思う。行きますか。雨食べたいわ。雨違いでしょ。じゃあ、チャン君もちょっと、どうですか。最初も笑いぶしたよ。雨だから今日、
あ、雨だから今日、うち泊まってくる。おー、うまい、上手上手。泊まる泊まる、いいですよ。ジョンはどうですか？これもいいね。おー、ありがとう、ジョンは。これ、いいよ。次の質問、ちょっとどこで次のだから、多分質問で言ってくれるんじゃないですか、きっと。次の今日の質問で。今日の日本語のバレジュセジョマシが出てるバレジュセよ。タオコ、キヨコエとジョマジョマシ、キキシタ。次の可愛いの選んで、ジョナに会えます。もう、満を持して待ってますからね。ジョナさんにやらせましょう。はい。多分ちょっと関係なくてもいいですからね、もうこうなったら。せーので行きましょうか、じゃあ。せーの。はい。よし、およよ、おじばらさん。どこが入ったかな。あ、今の。あ、はい。あ、今、そうですね。じゃあ、手振ってる。はい。お礼さん、どうぞ。なるほど、はい。あいあい傘しよう。あいあい傘しよう。あいあい傘しよう。釣りさん、勝ち、うさんせじゃん。あいあい傘。傘に二人で入る。はい。ハンドさん、勝ちせじゃん。これ、韓国で、はい、僕に、はい、ファンが教えて、教えた。教えてくれた、ファン。はい、教えてくれた。え、あいあい傘しよう。あいあい傘。あいあい傘しよう。あいあい傘しよう。皆さん、ちょっと、せーので行ってみましょうか。せーの、あいあい傘しよう。おー、上手ですね。もうこれちょっとジョンは恥ずかしくないですもんね。半分くらいあっちゃうみたいです。俺はじゃあほら、あいあい傘しよう。するするする。何回もするよ。ありがとうございます。怒られちゃいましたからね、すみません。さあ、僕はじゃあまだね、時間あります。じゃあちょっともう一人ぐらい聞いてみますか。じゃあ、え、ちょっとですか、最後の方に赤ちゃん、あっ、後ろのね、はい、赤ちゃん、女の子、はい、もうちょっと何か言ってほしい日本があればどうぞ。大きくデートしよう。あー、いいじゃないですか。どこにいたの。デートしよう。あー、いいですね。デートしよう。いいよ。デートしよう、いいよ。これもじゃあみんなでせ、これ一人ずつバッバ言ってもらいましょうか。じゃあデートしよう。楽しい丸腰だよ。はい、パーフェクションの皆様に向かって、じゃあデートしよう。みんな一人ずつ、じゃあデートしよう。じゃあチャイノンからいきます。じゃあ皆さんにデートしよう。おお、いいですよ。さあ、曲人デートしよう。おお、いいですよ。デートしよう。オッケー。デートしよう。おお。デートしよう。おお、いいですよ。ジョンさん。そうですね。デートしよう、いいよ。見てなかったですよ。ああ、今見てた。正しい、そんなぐらいです。さあ、まだ行きましょう。今日の日本語最後ですから、今日もね、なるべくいっぱいね、もう当てていただきましょうか。どうですか、じゃあ、せーの。はい。よかった。ずっと2人いそうなんですよね、もうみんな上げてくれてる方が。どうします、ここやれない。出しちゃいけ、出しもう一回やります。せーの。あ、いっぱいだったよ。一番ね、前の。じゃあどうぞ。なるほど、まず濡れちゃうからこっち早く入れよ。いえ、젖으니까빨리여기로들어와。濡れちゃうからこっち入れよ。濡れちゃったら別に入れよ。あ、いいですよ。早くこっち入れ。濡れちゃったら早くこっち入れよ。あ、傘さ、こっち入れよ。傘さしてて、向こうは傘ない。あーってなってたら、濡れちゃうから早くこっち入れよ。入れよ。あー、濡れちゃうから早くこっち入れよ。はい、じゃあちょっとみんなで行きましょうか。せーの。濡れちゃうから、濡れちゃうから早くこっち入れよ。こっち入れよ。はい、入れよ。あ、そう、それでも早くこっち入れよ。早くこっち入れよ。入れよ。こっち入れよ。おお、ワイルドバージョン、いいですよ。
さあ、かわいいのもあり、じゃあもう一人ぐらい行きましょうか、最後に。はい、これも最後ですから。はい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 。仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから。なるほど。仕方ないじゃん、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 好きになっちゃったんだから。好きになっちゃったんだから、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 楽みたいになっちゃったんだから、好き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 になっちゃったんだから、すいません、全然違いましたね、ちょっとリクエストとちょっと違うようになっちゃったんですけど、前は仕方ないじゃん、仕方ないじゃん、仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから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 、仕方ないじゃん、仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから、好きになっちゃったんだから、어쩔수없어좋아벌써좋아는돼버렸는걸아우그래서잠깐잠깐목으로말을부탁해주시고요죄송합니다벌써좋아하는걸어떻게好きになっちゃったんだから新曲がねリリースされそうなのでこれもみんなで最後言ってね、はい、行きましょう。마지막으로저번다같이말하면서仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから、せーの、仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから、オッケー、オッケー、好きに、なげおかしいよ、好きに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 なっちゃったんだから、オッケーでいきますか、はい、仕方ないじゃん、好きになっちゃったんだから、せーの、仕方ないじゃん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 、せーの、仕方ないじゃん、好きになっちゃったから、オッケーオッケー、ありがとうございます。さあね、じゃあ今日このたっぷりやったに今日の日本語はね、もしかしてどれかが採用されて、あの日本版ツイッターに載るかもしれないので、チェックの方お願いいたします。そして最後にですね、ちょっと記念撮影を今日皆さんでしようということなので、はい。